フの弾き語りでございますが、はい、ピアノが簡単に弾けるっていう、それだけの動画でございますので、なんか低評価がですねいっぱいついてんですけども、ピアノが簡単に弾けるってことを説明してるだけですので、簡単ですので、はい、でそれも例えばショパンのピアノコンチェルトとかそういう話じゃないのでですね、それももう第1回目から説明していますのでですね、はい、なんか分かんない低評価ね、それと見なくていいんですよっていうね、見なければいいじゃないですか見なければですねだからそれも私の動画が出ないように、できますよってこうね、3つのポチポチポチっていうところを押せば右下のですね、右下でいいと思うんですけど、でそれをいっぱいもう何回も吹き込んでんですけども、うん、今までですね、長いことですよ。まあでもそれだけ人が多いのかなっていうかは分からないですけどね、うん、それで特に文句が来るわけでもなくて、文句が来るわけでもないか、ね、文句でも来ればですね、お答えできるんですけどもね、はい、何かしらはですね、何かしらお答えできるんですけど、はい、今日はですね、再会ラブテーマ銀河鉄道39、これがですねちょっと、まあ、歌えないんですけども、なんとかしようっていう、なんとか何でもなんとかしちゃうっていう、ただ簡単には弾けますよっていう、まあだから大体連弾とかでやればいいと思いますけどね、はい、まあちょっとこれメロディーがちょっと大変なので、まあ、ちょっとピアノ弾ける方と、うん、でもまあ、うん、まあ、それもねピアノが弾ける、シリーズでですね、ピアノが弾けるようになる方法っていうシリーズで、これも説明してるので、このメロディーがですね、両手で弾けばいいんですね、両手でね、メロディーを両手で弾けばいいんですよ、うん、単音のメロディーを両手で弾くっていうのをですね、他にもいろんなことをですね説明しておりますの で再生リストはこの説明のところに全部毎度毎度書いてますので、はい、ピヨピヨのお話シリーズも書いてますので、はい、他にもいろいろですね、今は このあれにはですね、まあ、子供のやつとかは書いてないですけどね、これは音楽だけにできるだけ、うん、まあ、音楽だけじゃないんですけども、うん、そういう感じでやっておりましてですね、はい、はい、これを歌うのがちょっとねちょっと困難だろうと思ったんですけども、なんとか、したいと思います。はい、でイントロも歌いますね、はい、はい、これだけですね、これとこれとこれですね、はい、これだけですので、すぐ弾けるじゃないですかね。でそれも説明してますので、はい、はい、ここからですね、はい、どうしましょうかね。なんとかなりますね。メロディーがね、ちゃんと原曲を聴いていただければ、再会ラブテーマでね、
聞いてくださいません、はい、あの知らない方はですね、あとですね、この非常にあの大雑把にやってますので、原曲通りやりたい方はもう耳コピーしていただくかですね、まあ庄司先生のですね楽が、確か売ってると思ったんですよ、原譜がですね、あとは分かんない、吹奏楽とかであるかどうか分かんないですけども、まあいろいろ探してみてください。はい、それとあとはですね、もう耳コピーできる方がね、この大宇宙にいっぱいいらっしゃるので、これをやってくださいってね、コスモピアニスト先生ね、あの有名なコスモピアニスト先生にですね、私もツイッターフォローしていただいてですね、もう非常にもう嬉しくてですね、あと羽田音楽事務所様ですね、はい、フォローしていただいてですね、非常に嬉しい限りでございまして、まあそういう、まあね、コスモピアニスト先生ね、あとね、いろんな方もたくさん DTM の方いらっしゃるので、まあそういう方にですね、ちょっとこう、うん、これやってくださいって言えばですね、あの楽譜作れる方もいっぱいいるじゃないですかね、もういっぱいいらっしゃるので、まあそういう方にですね、ちょっと頼んでみてくださいませ。はいはい、まあ、特にこのなんか再生回数でねお金を稼いでる方はですね、何でもやってくれるじゃないですかね、もうそれやればねアクセスが上がるわけですからね、まあ、私はもうそういうの全然関係ない、2012年に YouTube 始めてすぐ停止になったので関係ないんですけど、なぜか停止になっちゃったんですよ。でね、3万本ぐらい動画消えてですね、はい、で今こうよ、この曲も前何回もやってんですけども、撮り直しなんですよ、どこまでやりましたっけ、ルル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 刺す方でいいと思うんですけどね、まあ微妙なんですけどね、うん、微妙なんですよね、こうコードネームっていうかそういう風に、うん、まあ私もこうやって弾いちゃってるので、これで勘弁してください。はい、ピヨピヨ譜面はこうやって書きますので、はい、まあ、ピヨピヨ譜面っていうのはですね、このあそこに書いてありますので、はい、
大変だ。ということでですね、あとはもう編曲がもう自由でどうしたらいいですかね。連弾っていうよりはこう2台のピアノとかね、2台のピアノだけでも変かな。やっぱり弦ですかね、弦楽器がね、やっぱ欲しい、弦楽とかね、これどうなんだ、フルートとかじゃ大変なんだね、音域とかがね、どう、わかんないですけど、わかんないですけどもね、リコーダーじゃちょっと無理かもしれないですね。あ、無理ってことはないかも、まあ、分からないですけどもね、いろいろですね、いろいろなさってみていただけたらな、私もね、なんかね、はい、ということで、もう編曲ね、編曲ですよ、ね、まあ、あとはね、完全コピーでね、まあ、完全コピーもね、あのあとね、オーケストラで完全コピーしていただいたらそれが、まあいいと思いますけれどもね、完全コピーっていうのがね、もう微妙なところなんですよね、やっぱりですね、あの CD 聴いてた方がいいってなっちゃうからですね、 CD とか音源聴いてた方がね、あの、はい、わからん、その辺難しいところですけどね。でもクラシックはね、やっぱもうね、そうじゃないわけですよ。クラシックっていうのは、クラシック音楽っていうのは全部ね、完全コピーですからね。だから分かんないですね、分かんない、なんか何の話だかも全然分かんない、分かんなくなってしまいましたけれども、はい、そういうことでですね、まあ、いろいろあのお教えいただける方はですね、よろしくお願いしますね。あの、はい、ちょっとね、チャンネル登録500人になっていただいたんでね、まあ、あとこの倍ぐらい頑張れば1000人になるのかなとね、ちょっと最近はですね、まあ、そういう気持ちが少しずつですけどもね、少しずつですけども出てきましてですね、もう開き直ってましてね、前はね、ずっともう登録しないでくれってずっと言ってたんですけどね、登録しないでくださいってね、ずーっと言ってたんですけどね、はい、はい、まあ別に登録してくださいとも言ってないですけどね、今はね、別にね、あの、それが嫌いなんですけど、私ね、登録してくださいっていうの嫌いなもんですからね、したい人はするんですよ、何でもね、したくない人はしないので人間ね、人様の自由を奪うことはできないわけでございます、はい、はい、すいません、はい、ということでですね、再開ラブテーマ、はい、特に難しいところはないですよね、最後なんかずっと一緒だしね、一緒なんだけど違うんですよ、一緒なんですけど一小節ずつ違うっていうことですよね、
はい、あとはね、こう盛り上がりとかをね、どうやってですね、こう和音を使ったり、いろんな、音遣いですよね。それがね、やっぱりね、やっぱり庄司先生ってすごいですね。すごい方でございます。本当すごいなって、もう尊敬しかないですよね。これをどれだけ聴いて、この音楽どれだけ聴いてきたかということでございます。はい、はい、どうもすいません。はい、失礼します。